これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2の1トライスターズ、自陣29ヤードからセカンドダウン8。パス成功、ファースト。クォーターバック10番、ワイドレシーバー34番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の2、トライスターズ、ファーストダウン10、ボールオン、自陣44ヤード。中央へのランプレー、しかしこれは佐藤建設のディフェンス力、ノーゲイン、キャリア21番。プレイナンバー2の3、トライスターズ、自陣45ヤードからセカンドダウン9。クォーターバック19番、ドロップバックラスクランブル、約5ヤードゲイン。プレーナンバー2の4、トライスターズ、サードダウン4、ボールオンハーフウェイ。パス成功、ファースト。クォーターバック19番、ドロップバックからワイドレシーバー21番にパスを、失礼、31番にパスを通し、ファーストダウン。プレイナンバー2の5、トライスターズ、相手陣44ヤードからファーストダウン10。クォーターバック19番、ドロップバックからパスを投じようとしましたが、これは佐藤建設のチャージによりノーゲイン、あわやサックでした。プレーナンバー2の6、トライスターズ、相手陣44ヤードからセカンドダウン10。パス不成功、クォーターバック19番、スクリーンパスを投じましたが、これは佐藤建設がパスカット、サードダウンに変わります。プレーナンバー2の7、トライスターズ、サードダウン10、ボールオン相手陣44ヤード。QB サーク。クォーターバック19番、ドロップバックからパスを投じようとしましたが、佐藤建設35番が QB サーク。
プレーナンバー 2-8 トライサーズフォースダウン12パントフォーメーションを選択。バンター78番、ここでホイッスル。オフェンスの反則です。ディレイオーザーゲーム、遅延行為を働きました。5ヤードバッタイとなります。プレーナンバー 2-9 トライサーズ自陣49ヤードからフォースダウン17パントフォーメーションを選択します。パンター78番、このパントは佐藤建設陣15ヤード付近でボールデッド、攻守交代となります。プレーナンバー 2-10 佐藤建設ファーストダウン10ボールオン自陣17ヤード。ランニング9番ハンドオフから左オープンを突こうとしましたが、これはトライスターズ2番がアジャストし、むしろ大きくロス。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。ウォーターブレイクが解けました。プレーナンバー 2-11 佐藤建設セカンダウン18ボールオン自陣9ヤード。ここでホイッスル。イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤードバッタイとなります。
礼、残り距離の半分のバッタイとなります。プレーナンバー2-13、失礼、2-12、佐藤建設、セカンドダウン22。ナイスラン、ファーストラン。何バック9番、ハンドオフを受け、右オフタックルを駆け上がりました。相手タックルを弾き飛ばし、大きくゲイン、ファーストラン。プレーナンバー2-13、佐藤建設、ファーストダウン10、ボールオン自陣28ヤード。再びランディオ9番、ハンドオフから中央突破、約7ヤードのゲイン。中央へのランプレー、ファーストダウン。攻撃権更新でファーストダウン獲得です。プレーナンバー2-15、佐藤建設、ファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。ランニングバック2番、ハンドオフから左オープン展開、約6ヤードのゲイン。プレーナンバー2-16、佐藤建設、セカンドダウン4、ファーストダウン。ランニングバック2番、ハンドオフから地を突破、大きくゲイン、ファーストダウン。プレーナンバー2-17、佐藤建設、ファーストダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。パス不成功。クォーターバック15番、プレーアクションからのパスでしたが、このパスはトライサーズがパスカット。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー2-18、佐藤建設、相手陣43ヤードからセカンドダウン10。前半残り時間1分57秒、ここでホイッスル。佐藤建設、前半2回目のタイムアウトを取りました。
佐藤建設前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の18、佐藤建設相手陣43ヤードからセカンドダウン10。試合時間前半残り1分57秒。中央エドランプレー、キャリア3番、そしてキャリア9番、約8ヤードのゲイン。プレーナンバー2の19、佐藤建設サーダウン2、ボールオン相手陣35ヤード。試合時間まもなく前半残り1分20秒を切ります。ナニバック9番ファーストダウン、ハンドオフを受け中央突破を図り、トライスターズのタックルを振りほどきファーストダウン獲得です。攻撃権更新。プレーナンバー2の20、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣32ヤード。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック15番ロングパス、エンドゾーンにめがけてのパスでしたが、これを取ったのはトライスターズ27番。したがって攻守交代、ターンオーバープレーナンバー2の21、トライサーズファーストダウン10、ボールオン自陣21ヤード。試合時間前半残り26秒。トライサーズファーストダウン、ナニバック21番、右オープンを展開しファーストダウン獲得です。ここでホイッスル。トライスターズ前半2回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間17秒。トライスターズ前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の22、トライスターズ自陣31ヤードからファーストダウン10。前半残り時間17秒。クォーターバック10番パスを投じようとしましたが、このプレーはゲインなし。時計回ります。ここで前半終了です。前半終わりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ9点、トライスターズ0点、
佐藤建設スタンディングベアーズリードで後半戦に移ります。